ね、だからあとはね、やっぱりこう実戦感覚を早く取り戻すということですね。さあこれはセンターへ、ペタジーニは拍手をしたぞ、入ったー、ペタジーニが決めました。ホークスとして最初のホームランがサヨナラホームラン、バックスクリーン右に飛び込みました。打った瞬間に本人も分かったのでしょう、手を叩きました。今ホームイン、ナイスもみくちゃにされます、ペタジーニ。ああいいスタートですね。さあどうだ、入ったですね、入ったー、キャプテン小久保が決めました。ミラクルへ一歩近づく、サヨナラツーランホームラン、399本目、399号は劇的なサヨナラツーラン。ホークスがこの試合死闘を戻りしました。はい、もっと早く勝ってほしいんですけど、来ませんでした。自身6度目のサヨナラホームランは新しいユニフォーム、福岡ソフトバンクホークスで放ちました、アレックス・カブレラ。あの8回の明桜、見事返上、サヨナラホームラン、3対2、サヨナラ勝ち、ソフトバンクホークス。かつて在籍していた西武にサヨナラあるかどうか。打った4番に座る増田。さあどうだ、上がったレフトへ、高々と上がった、右か左かポールに上がった、4番が決めた、松田のサヨナラホームランが出ました。3連敗の流れを、そして東山の負けを帳消しにするホークスの新4番松田。マハラに伝えた時っていうのはすんなりと分かりましたっていうことだったんですか。まあ一度は行ったかな。どうだどうだ、やりましたね、入ったー松田敦雄が決めました。やっぱりこの男しかいなかったですね。はい、パパロッソの死闘、最後はこの男が一振りで2試合連続のホームラン、劇的な幕切れになりました。マハラが打たれました。また今シーズンの第2号はサヨナラホームランになりました。もうこれしかないですもん ね、 そうですね、この流れ的にね。はい、まあ、見事に一つ決めてくれましたね。少し低い球ですけどね、はい、力カットボールなのか。そうですね、急簡単に、ね、打ってしまうと次のバッターってなかなか難しいですよね。ライトへ打球が上がる、高く上がって、これは入ったー第5号柳田裕樹、工藤監督への誕生日プレゼント。やっぱり柳田でしたですね。はい、最後は柳田が決めました。距離は十分、絶対切れないでしょうね、あれはね。第5号サヨナラホームラン。今日はもう監督にも子供たちにもいいものを見せてくれましたよ、はい、はい、ご覧のようにもう外野はべったりと下がっています。いい当たりだ、入るのか入るのか、2度あることは3度ある、松田が決めた。ホークス今シーズン4度目のサヨナラ勝ちは松田の3度目のサヨナラホームラン。いや
やーやっぱりこの人が決めるんですね。やりましたね。熱を松田が決めました。安藤打たれました。今シーズン4月5日のバファローズ戦、5月5日のマリーンズ戦、そして反対方向にもホームランしますからね。はい、あー今日も終わったですね。なんというあまりにも劇的、やりました、逆転サヨナラスリーランホームラン。ホークス今シーズン8度目のサヨナラ勝ち。柳田やりました。まあ宇都も素晴らしいですよね。素晴らしい、まあ、さあもう負けはありません。さよならか引き分け。一塁に福田周平を置いてバッター松田。どうでしょうか。レフトへ、レフトへ、もう雄たけびは上げている。なんと31本目がチーム今シーズン9度目のサヨナラゲーム。驚きの幕切れ、土壇場延長12回2アウトから31号ツーランワンマッチ、松田宣浩。開幕からノーヒットだった吉村、9回に代打で同点スリーラン、そして延長12回サヨナラツーランホームラン。試合は決着します。どうでしょう、これも左か、いや面白い、どうなんだ、ポール、どうでしょう、入ったか。止めましたね。左中間へ今シーズン第2号サヨナラホームラン。4対3、ホーム最終戦をホークスが飾っています。瞬間も柳田確信をしていたようです。すぐに右手を上げました。今ホームイン。鹿児島の伝説は続きました。鹿児島でホークス8連勝、逆転サヨナラホームラン、7対6。いやライト方向へ、ライト、どうか、入った、グラシアル、グラシャース、満塁ホームラン、サヨナラ、満塁ホームラン、中平、サヨナラ、近しサヨナラ、サヨナラのスリーランホームラン、私、復帰して。
初めてのヒットが劇的なサヨナラスリーランホームラン、今シーズン2度目のホームラン、バッテンで見せました明石。